ンポン。私ってキレイ口先女の予行演習。いや最近おしゃれに目覚めちゃって。おしゃれな人は塗りがはみ出たりしないんだわ。見て見て、おしゃれメイクの必須アイテムなんや。チンク、それチョークじゃね。え、でもちゃんと色塗れますよ。色塗れるか否かで判断したらペンキでもええことになるやろ。バカか、そんなんしてたら肌傷つくやろ。で丈夫で丈夫、もちろん毎日のスキンケアは欠かしてませんよ。ほう、何しとるんや。ミネラル豊富な泥がお肌に良いと聞いたので。お、そこら辺のいい感じの泥を顔に塗り。そこら辺の泥はただの泥だよ。そして汚くなった顔を石鹸で洗い流し。汚くなってんじゃねえか、やめろや。最後に保湿のための顔パックを。それは能面だよ。それで何を保湿してんだボケ。しかもなんか雰囲気怖すぎるんやけど。それ大丈夫なんか。大丈夫、ちゃんと曰くついてます。なんでいい笑顔なんだよ。とっとと手放せ。大丈夫ですよ、ほらね。そんな曰くつきと言っても実際になんかケケケケケケケ。早速操られてんじゃねえか、早外せ。我は飯や世界の混沌を望むものなり。見た目とは裏腹に洋風なやつ出てきた。ほら、あはん。私は一体大丈夫か。案の定面に操られてたのをうちが助けたんやで。そうなんですか、ありがとう。あかりちゃんクケケ。なんかちょっと残ってるが、まあそのうち取れるやろ。あ、なんかちょっとお肌荒れてる気がする。そりゃ素肌にチョークと普通の泥塗ったらそうなるわ。ちゃんとパックしなきゃ。新しい面を出すんじゃねえよ。何枚持っとんねん。